この倉庫は奇妙なものでいっぱいね。ぬいぐるみ、占い道具、録音テープ、日記帳、そして指輪の箱。永遠の愛、ビクトリアへ。この秘密を永遠にここに残そう。1973年の夏、私はある少女を殺した。あら、興味深いわね。あの子たちもきっと気に入るわ。ここに歯が一つもなかったのは、少し残念だけど。よし、また罠を一つ設置しました。小屋が一段と安全になりましたね。さて、これらの木の板を持って東側の方を。あそこに大きな抜け穴があるんです。あんた、その体何でできてんのよ。どこにそんな力と気力があんの。の訓練に比べれば何でもありません。ミス・ジェイミー、もしお疲れでしたらあちらの椅子の上で少しお休みになってください。あとは私にお任せいただければ。あなたたち、屋根裏で面白いものを見つけたわ。今持ってベルティ？え？タイムキーパー？アニーだわ！無事だったのね！よか！あ？後ろのあれは何？ここに軍隊なんていたっけ？いいえ、あれは化け物の群れよ。まあ、軍隊と言っても差し支えはないけど。嘘でしょ。あれだけの数に立ち向かわなきゃいけないなんて、もう無理よ。もうこれ以上、走れ。もう少しだ。きっと彼女たちが小屋の前に罠を仕掛けているから。ソネット！罠を起動させました。いつでも迎えを出ます。